you
最近どうだ？
なんだって。遠く離れたアメシア島でも海ごめん怒らせる気はなかったの。冷風城を出て長いからむしろ懐かしいわ。私はアンガロナ、見ての通り巡礼者よ。あるいは仲間の言葉を借りれば道を踏み外した巡礼者。え、冷風城に行ったことがあるの？あのガリベンたちに困らせられなかった？イニシエの王よ、イニシエの王よもう聞き飽きたわ。まるでそういえば経験であること。イニシエの王は一体誰？魔法の本質は何？そんな問題誰も答えられないわ。結局もう仲間とどれくらい争ったか覚えてないわ。結果的に私はアメシアと、そんな任務は夢物語だってみんな知ってる。私をのけものにしたいだけ。でもそれでいいの。レフ、これが私の話。あ、ミンスク会長とは会ったの？そっか、会長が他の人と話してこいって言った。もう自己紹介はいいよね。私の話を聞いて。私は風まといの凶腕の農家の娘で、本来は両親と同じ。でも20年前、まだ物再建中の霊風城にたどり着いて、物乞いや様々なことをして生きてきた。ずっとそんな日々が続いたの。そうやってある日惜しい人が現れた。彼は未知の謎、世界の真相を解き明かしに行くと言った。それがミンスクさんよ。これで宝探し協会のみんながそれぞれ違っていても一つになれる理由が分かったでしょ。お、新入りか。俺はポンキュ、宝探し協会のシェフだ。お前は強っ俺の腕前が気になるって。ふん、お前が俺の飯を食ってる時には金をばらまかれたって動けねえって。けどよ、しばらく見ろよ、このちっちゃい鍋をよ、どうやって全員分作れってんだ。そうそう、とにかく鍋の問題が解決。うん、ディナハイ、ポンキュとアンガロナと会ったって。ディナハイは初期メンバーで事務作業を一任している。アンガロナは宝探し協会の正式メンバーではない。巡礼者の使命を背負って同行しているだけだ。他に風まとい商会の商人、両団の傭兵、そういえばまだ巡礼者の古文書を調べたところ、アメシア島の奥深くには失われたエルフの遺跡テレレノルがあることが分かった。あそこはイニシエのエルフ、しかし思っていた以上に大変だ。テレレノル遺跡へ行くためにはエルフ族の居住地夢見の村を通らなければいけない。こちらに敵意はないのに、エルフ族は我々を侵略者扱いし通らせてくれないのだ。すでに何度も交渉したがダメだった。また俺が行くと、今度こそここで、ジェルルが言うには、君はエルフの命を救ったんだって。それをきっかけに交渉すれば、うまくいくかもしれない。海の民の勇者、新たな試練だ。
やっと来たな。あと少し遅かったら人質にされるところだった。ファドゥン隊長が告げたはずだ。今はお前たちのために村を解放する時ではない。夢見の村の情勢は非常に複雑だ。その名落ち着いて。この海の民の勇者は高貴たる。私もこれ以上はお邪魔すべきではないと思ったのです。こんなにも高尚なお方です。ファヌン隊長との交渉はこのメランコリー、あの娘と一緒に世界を旅する麻薬師ではないか。いずれ分かった。メランコリーを知るこの海の民を代表者とし、ファヌン隊長への面会を許可する。他の者は村への侵入も警備の邪魔も一切許さない。保証いたします。交渉の結果が出るまでなんとかなったな。ファドゥンというやつは心が狭いんだ。以前会った時もろくに話もせずに剣を気をつけてくれ。ここでいい知らせを待ってるからな。迷惑をかけるな、海の民。助けて。色カイナ、早く何をしたというのです。いらないものを分解は？なん？またあのクソ宝探し協会のやつか。何度も言ったが無理だ。少し痛い目に合わせないとは。かかれ。ファドゥン、何をしている？衛兵隊とやり合うなんて。指揮官、宝探し協会がこいつを夢見の村の内乱に興じて村を通。黙れ。夢見の村に内乱などない。よく聞け。あんな烏合の衆に夢見の村を。私の許しにも限度がある。もし再び限よくぞ言ってもう黙れ。ファドゥン、お前もお前精霊の恥だ。ぼーっとしないで隊員を治療。海の民、お前のことを監視しているから。いらないものを分解する。迷惑をかけるな、海の民。早く良くなりますように。色かいな。早く良くなりますように。迷惑をかけるな。はあ、あっちゃやっちまっ。衛兵がまだし、行け、逃げ。